あ、これまた三鉄が出てきて、もうほぼほぼ、これはもしかしてもうこれ網の駅、あ、網の橋、網だから、あ、もう着いちゃった感じかな。これ、神田屋さんに着いたら、これが網の駅前。目的地は左側です。どうなってんだ。あ、網の駅だ。早すぎた。どう考えても早すぎた。暗いよ。これがもう駅前ですね。まあ後からゆっくり撮れると思うんで、もう時間無料タイプでありません。で、あ、ここが駐車場になってんのかな。ほうほうほう。駐輪場があって、ことびきメロン。あ、メロンなのか。メロンが有名なのかな。ここ駐車場なのかな。わ、まぶしい、めっちゃまぶしい。え、何でそんなまぶしいのこれ。ここが止めれるし、え、なのかな。ここが止めちゃっていい感じなのかな。ほう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 。マイク、送迎車待機場だから、こっちはあれですね。で、お、なんか目の前に担々焼きそば、ちょっと気になるような店もあります。やってる感じです。まあ、今は営業してないですけどね、営業時間だったらお店開きそうです。これあれですよね、日本語難しいですよね。開業してるかどうかとの、あの、閉まってると、営業時間外っていう意味の閉まってるね、使い分けがね。さあ、どっか飯食えそうなところ探すか。全然余裕ある。まだ、あね、1時間半余裕ありますからね。はいはいはい。ね、コインパーキングとかはなさそうな感じかな。じゃあ、あそこが止めていいさそうなんでね。レギュラー169円で入れたんじゃがたいに。丸20円違うわ。20円は大きいね。10リッターで200円でしょ。30リッター入れたら600円ですもんね。いやー、ちょっとさすがに大きいね。20円の差は。セルフだもんな、セルフで169円だもんな。あー、パーティーで、あの、満タン、ギリチョンまで入れといて正解でございましたね。さあ、ローソンあるし、ちょっと食えそうなところ探そう。市街地はね、ちょっと北側みたいなんですよね。さすがに腹減ってるんでね。あー、ほんとな、京都っぽいもん食いたいけど、さすがに、うまいことそうはいかなさそうですね。まあ、時間が時間ですかね。まあ、これからいくらでもまた、あの、飯食い、あの、タイムやってきますからね。だってこの列車で、西舞鶴の終点まで行ったところでね、西舞鶴着いたらまだ朝の7時ですからね。長えぞ今日一日。あ、本当にチェーン店っていう、あの、飲食、外食チェーン店がなんか全然極端にないですね。もうだいぶ市街地なところに入ってるはずなんですけど、商店多いですもんね。ですけど、結構個人商店が多い感じみたいですね。これまっすぐは、BBQ 食材、バーベキュー、おお、
登山都市アミノ駅舎なる乗車ね。そんなところがなかった。あれ、まあ魔術棒的かな。山田の胃袋は魔術棒しかないかな。まあまあさっきのローソン行きゃいっか、いざとなったらね。ダメっぽいな。どっか勝負の施設だったら入った方がいいな。完全に動画的には適当に入ってるだけですからね。うわあれ、コンビニの人とも出てこねえぞ。ちょっとコンビニの人とも出てこないっていうのは想定がいいなんですよ。ないですよ、そういうの。うん、スーパーがあるのかな。ちょっと何のスーパーか見えなかったけど。で、ドラッグストアとかもあるのかな。だけど飲食店はないのかな。ないのかな、ないかな。宅急便も出てきたよ。宅急便も出てきたけど、飲食店はね、ないね。こりゃ何もないね。おっとから行ったらさっきのところに戻れる。豊岡区の峰山やから、これはじゃあこれで、ね、もうまた駅前に戻ってきたんだ。アミノの駅前ね。はあ、うまいこと俺戻ってきたな。おおわ、すごいすごいね。あの我ながらこの規制本能の強さだけは、うんうん、いや走ってる方面的に駅の方には寄ってっとるよなって感じはあったんでね、うん、心配してなかったんですけど、もう今ので、どうやっても戻ってこれますわ。大丈夫です。とりあえずローソン止めて、戻ってきた。値段は変わってないよね。やっぱり180円で廃屋満タン男ですね。さあどうぞ。戻ってきました。でちょっと止めてみて、あ腰も伸ばして、よし。でちょっとチェックして、また報告事があったらですけど、アミノもバッタ、すげえ電波バッタだよこれ。うわー、ね、電波バッタだ。うわー、ちょうど光の強いところに集まるんですね。すげえな、バッタローソンや。よし
あ、大丈夫です。バッタモンのローソンじゃないですよ。ちゃんと、あの、正規のローソンでございますよ。安心してください。で、この辺りから新しいやつに変えとこうかな。よし。ということで、一旦これで。ああ。さあ、今、宣伝情報をね。ここ、使ってますかね。見ましたけどね。キャプチャー貼り付けときますけどね。絶望しかねー全然こっちなかったー。足6本。一番近くの24時間やってるところか。8キロ先の峰山のところか。あそこからもなかったんで、そこも、あれがね、ショートカット、あれ、あれだね、あー。そうだね、ここの道のところでね、ショートカットするような感じで行ったからね、結果的にもう全然ね、商業施設ね、あー、素通りしてたわけね。くぐるセラミさんやってくれたね。やってくれたな。よし。じゃあとりあえず、おにぎり食おうかな。食っとこうかな。